あの人俺たちより2つも3つも先のこと考えてる人なんで、恩返しできるなら今なんです。どんなことがあってもずっと一緒にいてやれる仲間でいたい。あんたたちが本気で司さんの神輿担ぎたいと思ってるなら、俺の神輿だって担げるんじゃないですか。これ以上やったら死ぬぞ。どけって言ってんだろうが。死ななきゃ分かんねえ。やすし、俺らの仲間に何やってくれてんだよ。あ？眠れるシシちゃんじゃん。顔はぁ、あいつの番長も。ちょっと待ってくれ、聞きたいことがある。今から告白堂行ってロッキーのラスカルちゃんたち助けなきゃいけねえの。手短に。なあ、頭ってなんだ。ボスとリーダーの違いって知ってる？え？頭はね、リーダーじゃなきゃなんねえんだよ。君はあれだな、古屋タイプの人間だな。轟に勝てないとか自分で限界決めちゃってんじゃない？誰かを立ててナンバー2になろうとしてる男と。